移動移動。あ、ビデオが流れた。いや、行こう。これは？はい、市長。エレベーターで一応。エレベーター、ちょっと押せよ。へえ。あ、ついていこう。やり。ああ、これが。これが初期の。初期の。ジグ組模型。ああ。すげえ。この間犬山城行ったけど、こういう模型あったけど、こっちの立派だな。ああ。鬼滅の刃の無限城みたいな。すごい、名物だわ。熊本の町なんだよ。こういう川があるとこに。清正は領国の守りを固めるため、茶臼山全体を取り込んだ新たな城作りを始めます。慶長4年、清正は茶臼山で最も標高の高い位置で、冬場の造成と天草城。加藤清正、肥後藩領主になるんですね。豊臣秀吉の九州平定当主のために来てるんですね。あ、この人が加藤清正、順路がよくわかんない。朝鮮出兵、名古屋城、これは九州だね。すげえ櫓で順路こっち順路こっちだ。はい、これ鉄骨の補強が入っている。天守閣はどうやって行くんだこれ。石垣、うん、上に行くほど急になった。天守の写真、これ明治時代なんだ。これが防御装置がついてるんですね。社長、これ乗せるのすごいね。河原、城下はこうなったんですね。熊本行って城の周りに、これが息子だ。これが城下の地図。息子はもうみんなお坊さんになっちゃうんだね。なんか悪さしちゃったのかな、ね、うん、熊本城人柱、横手五郎が生き埋めになったとさ。順路
ああ、これね。まず行く手間がある。これ、一気に上行っちゃおう。ダメだ。これは、上がってる場合じゃねえ。これ6階建て。来て来て。マズガタと呼ばれる通路、直角に折れ曲がる。上に参ります。で、ドアが閉まります。ドア閉まるぜ。うん、あれで赤い階段上がってる場合じゃねえ。エレベーターがあるんだね。大阪城と名古屋城はエレベーターだ。会津若松城とか岡山城ないね、エレベーターね。鉄筋のやつね。熊本城はエレベーターあり。5階です。はい、5階下に参ります。え、6階行きエレベーターも、あ、すっげえ景色。これだ、行っちゃおうよ。もう最後まで上がっちゃおう。最後まで、最後まで。なん天守閣の最上階までエレベーターで行けるって、わあ、すっげえ景色だよ。まずぐるっと回ってみよう。おお、あれ、阿蘇山、阿蘇、阿蘇山だよ。昨日泊まったのかな、あたり。あ、これは回れる。あ、こっち向こう側に泊まったんだな。熊本栄えてるね。今地震来たら死ぬしかねえな。あの天保山ってあれね。あ、ね、あれがあの戦国時代から持ちこたえている櫓。うん、はい、一周しました。すごい高い。おお、見晴らしがいい。降りよう。エレベーターでこれ売っていいね。で、順路ちょっと、今5階。うん、なんか壁も完全に耐火構造だね。石川さゆり、天城越えだ。へー、あ、コロッケ来てる。へー、あ、村神様。っていうことは、捨てられる人もいるんだな、これな。宮崎美子さんだ。あ、八代亜紀だ。すげえ。すげえ。あ、これ行き止まりだ。階段で行こう。天城越えになってたね。で、下り階段はどっちだ。こっちか。現代、これ現代だったらこのね、金の装飾を上げるのに危なくないけどね、クレーンで。昔クレーンがないからね。おお、すごい。お殿様の書院。そして震災から1年、まずは大天守の修理を受ける。あ、模型、こんな模型回る。いやー、コロナチックの人いっぱいいるね。うん、息を止めていかないと。近代、どんどん過去へ。うわ、これは、これ明治時代の熊本城。あ、なんか結構戦争で壊れちゃったのかな。廃藩置県、大政奉還の時代だ。はい、
で抵抗し、両軍の激戦が繰り広げられました。ああ、まさに戦場だったんだ。翌13日、政府軍の一小隊が何山の薩摩軍の背後から攻撃。天守炎上。甚大な被害。これでも地震の方が、うわ、壊れちゃうよね。天守再建。これは1960年、これはだいぶ1927年戦前だ。1958年高度経済成長期。さあ降りよう、どんどん行こう、どんどん行こう。細川時代。